よし。お、今のところ大丈夫そう。子供とか出てきたらちょっとあれやな。無理かもしれん。いや、誰？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか？ほいほい。はい、来たよ。みゆちゃん。入れるとこ一箇所あったような気がする。そうですよね。よし。オッケーオッケー。はい、いつも通りね、繰り返し。みゆ。ちょ、自分の手元の方でさ、ちょ、照明が反射しすぎて全く画面が見えないんだけど。はい、オッケー。今日からお世話になります。はい、これは私たち家族も今後ともよろしくお願いします。これは親の部屋か。すごい金ピカな部屋。金ピカな部屋から何もない部屋に今から移るんすね。もうここはね、こないだ見たんで違う子やけど、この間見たんでちょっと割愛させていただいて。ちょっと来てもらえますか？はいはい。コモカが一人前に成長しました。どうも、コモカちゃん。でもコモカちゃんはとりあえずあの保留なんで。はい。もうちょい待っといてね。順番待ちを。おいそれじゃあ。今日もハートはないですか？く、ねえな。ってことは、お、喧嘩？ユニポンちゃん。ユニポンちゃん今どんな感じ？人間関係。マジないわ。マジないわ、どうした？ギャルか。ふんふん。腹が立ちます。これはもう、ミートボールで仲直りしよう。じゃあ、このイライラも沈めてください。前回の喧嘩の時に、じゃあ、宇宙に飛んでいく方やったけん、今回は踊っていただこうかね。ミートボール、ミートボール。ミートボール。はい、どうぞ。いただきます。はい。よし。あ、めちゃくちゃ久々に見る気がする、これ。そっか、ユニポンちゃんはもう、全部出とんやね。好みも。苦手も。大好物だったようです。よかった。気分が落ち着きました。うん。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。あきちゃん。さあ、仲直りできるんだろうか。この間はごめんなさい。前、許されてなかったとかあったよね。どうなったんやろ、その後。こちらこそごめんなさい。お、仲直り。やったね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかった、よかった。お礼にこれもあげます。お、なんだ？実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。万華鏡なんかもう全然、リアルで見ることないな。カートくん？てか、みんなが何号室か全く把握してないけど、結構ね、場所変わったりとかしとるけん、覚えてないな。それじゃあ、わちちゃん、入ります。私と遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。めっちゃ寒そうやけど大丈夫？半袖で。ミーモザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。モザイククイズ、第1問。第1問。てでん。ゆりさん。ゆりでした。この辺もあれやな。なんかもうあんまり覚えてなかったりとかしたらどうしよう。めっちゃ得意やったんやけどさ。これは誰でしょう？ニノさん。答えは、よし。お、今のところ大丈夫そう。子供とか出てきたらちょっとあれやな。
無理かもしれん。これは誰でしょう？いや、誰？メカゲくんか？答えは？なんかちょっとちっちゃい感じがす。メカゲでした。パーフェクト。こんだけのね、最近復活したばっかりで、だいぶブランクがあったにもかかわらず、よかった。ミーについてのクイズちゃんと正解したわ、全部。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので、お宝折り鶴をもらいました。ありがとう。チューリップの方がよかったな。仕事ができる女。で、呼ばれたいです。お、バリバリのキャリアウーマンね。いいやん。はい、こんにゃくどうぞ。いただきます。はいはい。え、でも好物がなんか、結構高級志向な感じですね。あまり美味しくなかった。マジで。美味しいよ、こんにゃくは。それじゃあちょっと新しく入った、どこだ？新しく入った、みゆちゃんおった。入ります。あれ、みゆちゃんってもう一人おったよね。え、おらんかったっけ？みゆじゃなくてみゆちゃんの方やっけ？みゆちゃんっておらんかったんかな？姉御肌だそうです。姉御肌、いいやん、いいやん。最近、人生の意味が分かってきた気がします。え？その域に達するにはまだ早くない？やっぱあれ？ちょっと親元を離れて、同じマンションやけどね。一人暮らししだしたけん、ちょっと、そういう、ちょっと大人びた？はい、たこ焼きどうぞ。出すか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？お、遊ぼう遊ぼう。ミーモザイククイズ。モザイクがかかってるミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。モザイククイズ、第1問。第1問、てて。これは誰でしょう？サッチオくん。答えは、サッチオでした。よし。モザイククイズ、第2問。じゃあ次もパーフェクトでいこう。これは誰でしょう？ミネットさん。答えは、ミネットでした。よし。モザイククイズ。ラストラスト。最終問題。最終問題。でで。これは誰でしょう？かなちゃん。答えは、かなでした。よし。やった、パーフェクトやん。ま、でもさっきからね、結構長いことおる人が多いけん、パーフェクトで行ったんかな。子供が来たら絶対無理やもん。全く把握できてないし。誰と誰の子供が住んどんかすらね。一番大きいので。お、チューリップや。よかった、靴下じゃなくて。お宝チューリップをもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ、ちょっとね、服を。フォークロアナ、ロングタイト。どこで着るんかいまいちわからんな。フォークロアは着るところはないの別に。はい、これで。なんか変わった？ああ、変わるよね。はい、どうぞ。あ、似合う似合う。髪型とかもいい感じにね。ちょ、ソバージュかかっとる感じの。はい、そして、髪飾りとかは？お花の髪飾り、いいんやないん。黒。どう？髪色が黒やけんね。なんかそんな目立たんけど。でも気に入ってくれたのなら。はい、そして、部屋がお花畑スタイルで、どうぞ。いい感じ。じゃ、後ろめっちゃ蜂飛びおるけん気をつけて。見ていきましょう。さあ、どう？いや、花はいいんやけどね、蜂飛びおるのどうにかしてほしいよね。蝶々も別に、近くで見んかったら大丈夫か。蝶々もね、近くで見たらちょいね、怖いけんさ、顔が。苦手なんよね。虫というものが苦手で。大事にします。はい、大事にしてくださいまし。お、レベルアップ。
バレエ入門書、どうぞ。道具、バレエ入門書をプレゼントしました。よし、これで一通りプレゼントできたかな、全部。うわ、なんかすごい、縦一列に。めちゃくちゃ遊びたい人たちが。はい、それじゃあ、お、ライチちゃん。あ、いいやん、いいやん、なんかお正月って感じ。もう2月になるけど。はい、遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。第1問。第1問。ででん。これは何でしょう？学校給食。多分あれ、パンと牛乳やけん。答えは。イェーイ。そのまんま。あれなんやろ、カレーかな？第2問。ででん。これは何でしょう？え？歯ブラシじゃないよね。スルメでもない気がする。え？首は？答えは。消去法。おぉ。なるほど、なるほど。そこの部分。超アップクイズ。最終問題。最終問題。ででん。これは何でしょう？赤飯じゃない。プリンも違う気がするな。パイナップル？答えは。おぉ、おぉ、なるほどね。そういう。そういう。なるほど。なんかちょっと緑っぽい部分があったりとかしたんやね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ、もう一回一番大きいので。お宝風鈴をもらいました。ありがとう。いいやん、いいやん。季節的にちょっと寒いけど。わかめと友達になりたいです。お、ぜひぜひそれは。どんな仲良くなってくださいまし。仲良くなれそうですか？相手を褒める。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。なんで頭巾かぶってんの？何があったの？どうだ？仲良くなれる？お、やったね。うまくいきましたー。ありがとうございます。うんうん。おかげで友達になれました。よかったです。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。台湾とはいつまでも恋人気分でいられそうです。めっちゃいいやん。超仲良しやん。おー、かけがえのない人、よき。え、親子関係も、超満足、満足、満足。親友、超信頼してる。うわ、もうめちゃくちゃ、いい人間関係だね。ふふ。こんにゃく。いただきます。どうぞ。どうすか？結構美味しかった。お、よかった、よかった。おー、レベルも上がった？じゃあ、え、服あげよっか。結構あげとんな。結構あげとるな。え、ほぼあげとるんやねん、これ。ちょ、待って待って。あげてないやつ、むしろどこ？あ、この辺から？じゃ、シャツワンピ渡すわ。え、どれもあるんか、これ。はい、どうぞ。服、シャツワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。お、似合う、似合う。大事からのお返しです。なんでしょう。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。さ、それじゃあちょっとそろそろ、ミニュースを見てこう。とりあえず一旦、うん、ハートはない。はい、ミニュース見てこう。こんにちは。こんにちは。今日のミニュースをお伝えします。お願いします。本日、ミカさんが誕生日を迎えました。誕生日やって、ミカちゃん。おめでたい、おめでたい。お誕生日会の模様をお送りします。ハッピーバースデーツーユー。いいね、いいね。
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミカ。これこの手前のさ、左におるのは台湾さん？おめでとう。右側はイッシーさんやろ？で、左奥がてっちゃんで、右奥がアミシーくんよね。街のみに聞きました。ふんふん、みんなに祝ってもらえて、意外と結構記憶残っとんな。誕生日だからって浮かれないでくださいね。そんな恐ろしいこと言わなくていいんだよ、浮かれていいんだよ。藤田がお伝えしました。ありがとう。はい、そしてみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。防止率結構高いなね。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。これは、あ、ひるいち。ひるいちめっちゃ久々やない？マーブルドットシャツだよ。マーブルドットシャツ。今日は特売日だから、今の時期。いやー、でも、今の時期もうちょい、今にはちょっと寒すぎるかな。秋冬ぐらい。秋、冬の初めぐらいかな。いらっしゃい。一つ買います。かわいいよね。ん？ここもなんかしよる？あ、男子会。久々に。正直、あゆおには、かなわない気がするんだよね。何が何が？確かに、あゆおっていけてるよね。お、そうなんですか？あゆおは、半端じゃないよね。ねえ、俺って、どう思われてるのかな？ 4000MAX に7万ね、AR カメラっぽいとこあるよね。AR カメラっぽいってどういう状態？ 4000MAX に7万ね、いいとこあるよね。普通の人はみんないいところ行くぐらいはあるんよ。今度はそんなふわっとした感じじゃなくってさ、もうちょっとなんか詳しく教えてほしいんじゃないの？お、いいねいいね。楽しそう、盛り上がっとるね。そういえば盛り上がっとるね、よきよき。仲がいいのはいいことよ。ほい、ということってハートは情けやね。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、なんか結構さ、マンションおらん人多くない？一軒家の方？遊びに行っとる人もおるんかな？